どうもベニマルでございます。またすごい機材が日本に上陸してしまいました。メリスの LVX、 幻想的なアンビエンスから聞いたことないような意味不明サウンドまで、めちゃめちゃ自由に音作りができるマルチディレイといった感じです。このチャンネルではおなじみのゾイアとか、これ半分シンセサイザー的な機材ですけど、それに近い自由度のあるディレイと言えるかもしれません。実際どうすごいのか、どんなことができるのか、早速見ていきましょう。まず LVX でどんなサウンドが作れるのか、いくつかプリセット作ったのでざっと聞いてみましょう。なかなかに雰囲気のあるサウンドになっております。シンプルに綺麗なディレイって感じのもあれば、これは果たしてディレイなのかっていうのもあって謎が深まりますね。 LVX を知るには実際に音作りしている様子を見るのが一番手っ取り早いと思うので、ブランクのプリセットを使ってゼロから作ってみましょう。完全なブランク初期状態でもディレイにはなってますね。 LVX あくまで基本はディレイだよというわけです。でいよいよエディットモードに入っていくんですが、まず LVX のエディット画面、いくつかのページで構成されてます。ディレイというページから始まって、フィルターとかピッチシフト、モジュレーション、さらにはエクスプレッションペダルの設定とかいろいろ見えますね。でそれぞれのページごとに書かれてる要素についてエディットしていくわけなんですが、例えばモジュレーションのページに行ってみましょう。今初期状態なのでオフになってますが、タイプというところを回してみると、コーラスとかフランジャーとかバーバーボールフェイザーとかいろいろ出てきました。試しにフランジャーを選んでみましょう。こんな感じで選んだエフェクトがディレイにかかりました。続いてプリアンプというページに行ってみましょう。こっちも同様にタイプを回してみると、チューブ、トランジスタ、オペアンプといったアナログ的なシミュレートだったり、ビットクラッシャーなんかもありますね。じゃあドライブというやつを選んでみます。さっき選んだフランジャー、これに加えて歪みがつきました。こんな感じで LVX は自分の好きな要素を組み合わせて音を作っていく感じになります。他にも減衰を司るフィルターとか、あと今時もう欠かせないグラニュラー、そして面白いのが LVX なんと歪みエフェクターにもなります。
ょっとファズっぽい歪みですね。ディレイじゃないやんけどういうこと?と言った感じですが、さっきまではあくまでディレイの音にエフェクトをかけてましたが、LVX のエフェクトは全部ロケーションというパラメータがあります。これディレイの前にかけるのか後にかけるのか、はたまたドライの音にもかけるのかといったことを細かく選べます。なのでドライブエフェクトをドライ音にかければ歪みエフェクターの出来上がりと、コーラスとかピッチシフターも同様にできるので実質マルチエフェクターと言ってもいいかもしれません。でもう一つ偉いのがフィードバックループ、つまりディレイが繰り返すたんびに何回もエフェクトをかけることができるので、例えばフィルターを繰り返してアナログディレイみたいに減衰させたりとか、ピッチシフトを繰り返して幻想的なサウンドを作るのも良きです。これ他の機材だとあんまりできないポイントなのでかなり嬉しいですね。ちなみにこの LVX デフォルトだとこういうなんかシャボン玉みたいなおしゃれ GUI になってるのを見たことあるかもしれないんですが、設定によってこういう全部パーッと見れるモードにしてます。個人的にこれ結構わかりやすいので、実際触る場合はおすすめです。以上が LVX の基本的な音作りでした。ここまででも十分面白いんですけど、ここから上級編というかより複雑で面白いサウンドを作りたいよという人向けにモディファイヤーというページがあります。このモディファイヤー、さっきまでと違ってサウンドそのものにかかるエフェクトではありません。これ他のエフェクトのパラメータを自動的にエクスプレッション動かして変化をつけれるよといったものです。まあ意味不明だと思うので実際にやってみましょう。まずはモディファイヤーを使わずに普通にフィルターをかけてみます。ワウの半踏みみたいな音ですね。でいよいよモディファイヤーのページに行きます。このアサインという部分がどのパラメーターを動かしますかというものなので、フィルターのフリーケンシーを選んでみましょう。フィルターがグニグニ動いてますね。今みたいに一定の周期で動く LFO というもののほか、オートワウみたいにピッキングに反応するエンベロープ、ランダムに動くサンプル&ホールド、あと自分で好きに組めるシーケンサーがあります。これを使えば例えばランダムにグリッチさせたりとか、はたまたピッチシフトをシーケンスしてみたりとか、こういう面白いことがたくさんできます。これら全部シンセサイザーの世界では息を吐くように使われるものなんですが、ギタリスト目線だとあんま馴染みがないと思うので、無理に全部使いこなそうとせず余裕が出たらやってみるくらいがいいんじゃないかなと思います。ここで LVX 面白い音が作れるのは分かったけど、普通にディレイとしてみたサウンド使い勝手はどうなのと。 LVX はボスとかストライモンとかのマルチディレイとはあまりに考え方が違います。例えば普通のマルチディレイってアナログモードとかテープモードとかそういう切り替えがあると思いますが、 LVX はそういう感じではありません。一応ディレイのパラメータに BBD とかマグネティックってあるんですが、あんま劇的じゃないというか聞き慣れた変化はしません。アナログ感はあんまりなくて、その分最新機種らしいというか超綺麗でクリアなディレイだというサウンドキャラクターです。
じゃあどうするかというと、自分でフィルターとか歪みとか汚し系のエフェクトを足すことでアナログっぽさを出していきます。繰り返し劣化させることでだいぶそれっぽくはなりました。こんな風にトラディショナルなサウンドを作るのにもちょっとコツがいるので、他の機材からシンプルに置き換えるのは注意が必要です。逆に言えば好みの減衰具合とか音色をとことん突き詰められるってことでもあるので、そこを良しとするかどうかが重要ですね。最後に同じく自由度がやばい機材としてエンプレスのゾイヤがありますが、LVX とゾイヤを比べるとどうなのと。ゾイヤというかモジュラー式は完全にゼロから音を作るので難しすぎませんと感じる人も多いと思うんですが、 LVX は比べるとだいぶ分かりやすいと思います。用意されたエフェクトパラメータを選んで音を作るイメージなので、マルチエフェクター感覚で使えます。もちろんゾイヤほどの自由度はなくて、個人的にもシーケンサーのスタートストップがないとか、グラニュラーのスタート位置が動かせないとか、欲を言えばね、いろいろあるんですけど、 LVX は分かりやすいし操作が楽、あと単純に音質が良かったり、ゾイヤの方はミディコントローラーにもなったりとね、まあどっちがいいとかでなく、コンセプトからして別の機材だと考えるのが良いと思います。ということで LVX の紹介でした。かなり奥の深い機材でね、どんだけ触っても新たな発見が絶えません。まあ、例に漏れずお値段がなかなかなので自分もかなり悩んだんですが、実際触ってみたらそれだけの価値はあるなと思います。 LVX に限らず最近シンセサイザーの知識が必要な機材が増えてきてるので、まあ、機会があったらそういう解説も作ってみようかなと思います。 LVX かなり楽しい機材なので、まあ、ぜひね皆さんも触ってみてください。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。